アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとこれから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年10月9日、場所は兵庫加古川陸上競技場にて、2023 X3 リーグ公式戦となります。その一戦、広島ホークス対クラブアイランズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。両チームその試合に先立ちまして、ウォームアップを終え、まもなく試合開始となります。その時を待っております。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取っておりますのが、本日はホームチームという扱いになっております広島ホークス。チームカラーのネイビーを本日はまとっております。1990年に創部しましたチーム。その場所広島というアメリカンフットボール復興がなかなか厳しい拠点ではありますが、中四国のその共闘法としての地位を固め、長年 X リーグにおいてその会にありましたが、長く活動を続けております。近年はその体力強くなってまいりまして、常に優勝候補の一角としてその名を挙げております。その勢いのまま今シーズンの非常に大きな機会を得ます。2023年一気に X3 昇格を果たさんとこの試合に挑んでまいります。対しまして反対側に陣取りますのが、本日はアウェーチームの扱いになっておりますクラブアイランズです。こちらも1980年代後半より活躍しております、長い歴史を持っておりますクラブチームです。かつては神戸にあります、ワールドをそのスポンサーに加えまして、ワールドアイランズとして活躍しておりました。2017年に連続優勝を果たし、X1 ネラマンとしておりました時期もありましたが、現在は再建期に入っております。その状況を立て直し、今シーズン X2 へのビッグチャンスを得ようとこの一戦に挑みます。その試合に先立ちまして、これより審判団招きましてのコイントスが行われます。早速チャット欄へのメッセージありがとうございます。私への応援メッセージという形になっております。非常にありがとうございます。実況の面に関してはなかなか皆さんにお伝えしづらい部分も多々ありますが、できる限り分かりやすいアメリカンフットボールという形でご案内をさせていただければ幸いと思っております。コイントスの結果、まずその権利は一旦広島が確保しましたが、広島これを放棄しまして後半の権利という形に変えます。広島ホークスキックオフ、クラブアイランズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式試合で刑事で行われます。明日も頑張ろう様、チャット欄メッセージありがとうございます。本日の一戦は入れ替え戦というわけではなく、通常の公式戦となっております。ただし今シーズン2023年が非常に大きな変革を遂げるシーズンとなっております。X1、X2 を含めました上位層を含め、来季大きく X リーグは編成が変わります。この結果、ウエスト X2 は現在は
1ブロック6チーム、 X3 は2ブロック13チームで構成されておりますが、これが大きく変わり、来季は X2 が2ブロック5チーム計10チーム、 X3 は1ブロック7チームの編成になります。従いまして今シーズン X3 はブロック編成6チームの2ブロックなのですが、この上位3チームが昇格という形になるわけです。本来あるべき入れ替え戦なく、勝ち越せば X2 に上がれるビッグシーズン、さあ果たしてどのような結果となるでしょうか。まもなく試合開始です。広島のキックオフで試合が始まります。さあクラブアイランズリターンに入った。リターナー厳しい状況ながらエンドゾーンからリターン敢行しまして、自陣15ヤードの位置でデッドしました。この位置からアイランズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、その過程でエンドゾーン相手奥陣地奥深くにある得点エリアを目指します。まずはクラブアイランズの攻撃です。ボールオン自陣15ヤードからクラブアイランズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。さあまず中央へのランプレーを選択しました。しかしこれは広島58番ナイスディフェンス、キャリア30番の中央突破を見事タックルし阻止して1ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。見事なタックルを決めましたのは広島ホークス58番のカータ。まず広島がディフェンスで見せてまいりました。クラブアイランズセカンドダウン11の状況で2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は11ヤードに変わっております。さあここでトラブルが発生しているが、判定を待ちましょう。攻守交代、ターンオーバー。ここでアイランズはランプレーを展開しようとしましたが、ここでランニングバック、タックルを受けましてボールをファンブルしました。落ちましたボールはどちらが確保しても構いません。確保したのは広島でしたので、ここで攻撃権は変わります。広島ホークス大きく相手陣12ヤードからの攻撃を得ました。さあビッグチャンス勝ち取った広島ホークス、相手陣12ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新距離は10ヤード、しかしエンドゾーンまで12ヤードの絶好の力のその1回目の攻撃に入ります。さあまずランプレーを投入しました。ボールを託されましたキャリア20番、密集点を貫かんと中央突破しまして約5ヤードゲインしております。オフェンスラインも素晴らしいブロックを決めておりました。キャリア20番は玉山、京都教育大学出身。広島ホークスセカンドダウン5、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は5ヤード。今度はアイランズが見せます。再びランプレーによる突破を図り、右オープン展開をキャリア39番に託しましたが、これをアイランズ42番見事にタックルし2ヤードロスに変えています。素晴らしいタックルを決めましたのはアイランズ42番の山崎、滝川高校出身、チームキャプテンです。神戸にその拠点を置きます滝川高校出身のプレイヤーがキャプテンとしてこのアイランズを引っ張っております。広島ホークスサードダウン7、パスでこうタッチダウン。ここで広島は攻撃が一度だけできる前パスを敢行しました。外へ展開したワイドレシーバー10番、これをキャッチしそのままエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。広島ホークス先制点となります。タッチダウンを上げまして6点先制です。見事タッチダウンしましたのは広島ホークス10番の才木でした。関西大学出身、そしてトライフォーポイント、タッチダウンなどのワンプレーに挑みます。このキック見事決めまして1点追加、広島ホークス7点、クラブアイランズ0点。まず広島が見事に先制タッチダウンを上げまして得点を上げております。
アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーンに倒されるセーフティー自殺点の2点があります。アメリカンフットボール、この結果ワンプレーによる得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りです。この足し算によって駆け引きがあり、引き分けが起こりにくい得点構造になっております。そして得点を挙げました広島のキックオフで試合再開です。さあ、これをグラブアイランズリターンに入ります。リターナー30番タックル受けながら見事な粘りで自陣25ヤード付近を確保しました。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側のキックオフで試合が再開する形になります。必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっており、互いにそれぞれがイーブンな形で試合が展開運ばれるような形になっております。さあ、まずアイランズミスによりまして思わぬ形で先制点を許す形になりました。今度はこれをなんとか取り返さんと2回目の攻撃シリーズに入ります。現在フィールド上負傷者が発生しておりますので、レフェリータイムアウトが取られています。その措置終わりますのでしばらくお待ちください。井上様、メッセージありがとうございます。本当に電光石火の勢いでまず失点が入りまして試合が動いております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト、全19チームの合同企画によってこの配信実現しております。多くの企業様、そして個人様のご寄付、ご支援、ご記者がありましてこの企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この配信でこの会場にお越しいただけない方々、そしてお越しになるための体調が整わない方、遠方地のためその時間が取れない方々にもこの試合をご覧いただくことが可能となりました。ぜひこれからもこの企画継続したいと思いますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ、試合再開です。クラブアイランズ自陣24ヤードからファーストダウン10。さあ、ランプレーによる突破破壊と中央でのダウンを敢行しましたが、これは広島ディフェンス陣が押し返しまして1ヤードロスに変えています。アイランズはなんとかランプレーでその試合のペースをつかみたいといったところですが、これを広島許しません。アイランズ押し返されましてセカンドダウン11で次の攻撃に入ります。まだ1点でエンドゾーン、タッチダウン。ここでアイランズはパスプレーに転じましたが、そのパスを取りましたのは広島ホークス32番、インターセプトしまして、そのまま一気に右サイドラインを独走、エンドゾーン駆け込んでインターセプトタッチダウン、ピックシックス成立です。見事6点、さらに取り上げる形で広島ホークスさらに得点を重ねました。見事インターセプトリターン、ピックシックスタッチダウンを決めましたのは広島ホークス32番の笠松、帝京大学出身です。そしてこのトライフォーポイントのキックを決めまして1点追加、広島ホークス14点、クラブアイランズ0点となり、さらに得点が広がる形になっております。クラブアイランズ、その攻撃の展開を図らんとするその一瞬の隙を広島ホークス逃さずつきまして、この試合の序盤戦点数を重ねる形に成功しております。さあ、アイランズはなんとかこの流れを断ち切りたい、それをこのリターンから生み出すことができるでしょうか。広島ホークスのキックオフで再開となります。
広島ホークス、キッカーは19番の花岡。さあアイランズリターンに入りました。右サイド際ディフェンス殺到する中、それを飛び越えまして自陣30ヤード付近からの攻撃位置を確保しております。さあここまで攻撃の展開を封じられる形になっておりますが、アイランズ3度目の攻撃シリーズ見逃せることができるでしょうか。ここでホイッスルが鳴っております。ここで負傷者が発生しておりますので、ここでレフェリータイムアウトが取られております。試合再開となります。クラブアイランズ自陣32ヤードからファーストダウン10。これも広島ナイスディフェンス。中央へのランプレーを敢行しましたアイランズ。しかしこれを広島ディフェンス54番が中央からチャージかけまして2ヤード1ヤードロスに変えています。広島ホークス54番は大江、島根大学出身チームキャプテンです。クラブアイランズセカンドダウン11。ここも広島が食い止めます。なんとか中央突破図り、状況打開図ろうというアイランズ攻撃ですが、これを広島ディフェンスに殺到し40番見事に仕留めております。40番は富永、広島大学出身。このランも止めます。今度は左オープンをつかさんとしましたが、これを広島57番が殺到しまして、このラン阻止しフォースダウンに変えています。広島ディフェンス陣躍動しております。57番は手塚、広島大学出身。クラブアイランズフォースダウン10でパントフォーメーションを選択します。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。このパントはハーフウェイ付近で外へ出ました。この地点で攻守交代となります。クラブアイランズ攻撃での打開点まだ見えないというところではありますが、しかし少なくとも陣地を一旦押し返す形には成功しました。アメリカンフットボールは陣地そのものは試合の勝敗に全く関係はありません。アメリカンフットボールは点取りゲームです。しかし陣地が有利不利はそのままミスが発生した際の得点失点を犯すリスクを表します。この優劣を表すバロメーターとしてこの陣地をご覧ください。さあ広島の攻撃に変わります。まず広島中央へのランプレーを選択しました。キャリア20番、味方ブロッカーを生かした中央への突進をしまして約2ヤードのゲインと変えています。広島キャリア20番は玉山、相手陣49ヤードに入りまして広島ホークスセカンドダウン8。
ナイスラン、ファーストラン。ここで広島はオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーです。ここはランニングバックにピッチしまして託しました。受け取りました20番、見事に左オープン掛けがありましてブロッカーを生かし攻撃権更新です。広島ホークスファースター、見事なランを決めましたのは広島ホークス20番の玉山、京都教育大学出身のプレイヤーです。さあ相手陣34ヤードからの広島の攻撃、パス不成功。ここでクォーターバックプレイアクションパス、ランプレーをフェイクにしまして一気にエンドゾーンを狙うパスを投じました。ターゲット27番、これに手はかかりましたがしかしキャッチできずパス不成功となっています。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いまして広島2回目の攻撃に移ります。広島ホークス相手陣34ヤードからセカンドダウン10。ここでホイッスル。広島前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。広島ここは制限時間内にプレーができないと判断しここで1回目のタイムアウトを取りました。本日の配信は X2 ウエスト X3 ウエスト全19チームの合同企画によって行われております。この企画にご賛同いただけました企業様、そして個人の方々のご寄付、ご支援がありまして、この企画は実現いたしました。その多くの方々のご厚情、大変感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。この配信の YouTube 説明概要欄に、その申し込みとなるショッピングカートの URL ございます。こちらの内容をご覧いただき、その企画ご同意くださいます方々は、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。試合再開となります。広島ホークス相手陣34ヤードからセカンドダウン10、パス成功。ナイスラン、ファースター。ここで右に展開しましておりましたワイドレシーバー10番にヒッチパス、真横に近い前パスを展開しました、投じました。10番これをキャッチアンドランし見事にコース取りしまして攻撃権更新です。広島ホークスファースター、見事攻撃権更新果たしましたのは広島ホークス10番の才木、関西大学出身。広島ホークス相手陣21ヤードに入りましたのファーストダウン。このパスも通ります。ナイスキャッチ。今度は左に展開しておりましたワイドレシーバー27番へのパスでした。ディフェンスカバーしておりましたがこのパスをキャッチしまして約7ヤードのゲインと変えています。カバーされながら見事キャッチしましたのは広島ホークス27番の浦部、大阪体育大学出身のプレイヤー、エイジ44。広島ホークスセカンドダウン3、これはアイランズナイスディフェンス。何枠39番ハンドオフから右オープン展開を図りましたがこれはアイランズ44番見事対応しまして約2ヤードロスに変えています。素晴らしい対応をしましたのはアイランズ44番の堀田、京都大学出身、94番大山、広告高校出身のこちらはルーキーです。広島ホークスサードダウン5、パス不成功。ここでクォーターバック18番、左に展開していたターゲット8番にパスを投じましたが
タイミング合わずパス不成功となっています。広島ホークスフォースダウンに変わります。広島ホークスフォースダウン5、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは34ヤード。さあ、この距離決まりますでしょうか。キッカーは19番の花岡、立命館大学出身。このキックは不成功。フィールドゴール失敗により無得点となりました。攻守交代となります。ここでフィールドゴールにより着実に加点図らんというところでしたが、しかしこのフィールドゴールは失敗となりまして無得点でこの攻撃終了となっております。アイランズ、ここはまず一つしのぐ形に成功いたしました。攻撃権変わりましてクラブアイランズの攻撃、ボールオン自陣20ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番ハンドオフフェイクのプレーアクションから右オープンへのブーツレック、ブロッカーもつけない自らの走力を生かしたオープンへの展開しながらそこからパスを投じましたが、これはレシーバーにタイミング合わずパス不成功となっています。クラブアイランズセカンドダウン10。クォーターバック7番ハンドオフフェイから自らキープするランプレーを選択しました。その走力で中央突破図らんとしましたが、ゲインは2ヤードにとどまっております。キャリア7番は松坂、大阪体育大学出身、チームのバイスキャプテンです。クラブアイランズサーダン8。パス不成功の判定です。ダイブフェイクからのオプションピッチでしたが、このオプションがその投げた地点が前に投げる形になっておりました。プレーそのものは条件が揃っていましたので成立はしていますが、このパスを結果的にキャッチできず前パス失敗で攻撃終了です。クラブアイランズフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン8、パントフォーメーション。このパントはハーフウェイを越えることなく失礼しました、アイランズ陣48ヤード地点で広島キャッチし、ここで攻守交代という形になります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして広島ホークス14点、クラブアイランズ0点、攻守方向を入れ替え第2クォーターに移ります。